まずは前半13分です。左サイドから仕掛けていった琉球、枝本からのクロス、最後合わせていったのは中川和樹。この枝本のピンポイントのクロス見事だったんですが、中川もヘディングシュートわずかにそれていきました。そして北九州18分、内藤のキックにダビが合わせていって、琉球のゴールにボールは入っているんですが、ここがこのシーン、ダビの左手がボールに当たっているのでゴールは認められず、ダビにハンドの判定、イエローカードが提示されました。スコアレス0対0で入った後半ですが、53分、中川が見事に富どころ枝本とつないで、最後この速いクロスに合わせていって、琉球が均衡を破り1対0、先制したのは琉球でした。このゴールで中川今シーズン10ゴール目ということになります。そして後半18分、高橋が弾いたところダイレクトで富樫が狙っていきました。富どころのフリーキック、最後は富樫勇太ですが、高橋ここはうまくこのシュートを止めていきました。そして後半の30分、ダビが抜け出してゴールキーパーとの1対1、パクイルギのファインセーブ。橋谷監督、チャンスはあった、内容は良かったというふうに話をしていましたが、決めることができないと勝てない、まさにこういうシーンのことを言っていると思いますが、琉球はパクイルギファインセーブ連発でした。そしてコーナーキック、最後こぼれ球、川上のシュート、ここもパクイルギのファインセーブです。内藤のコーナーキック、一度はパンチングで弾くんですが、こぼれたところ右足振り抜いた川上、しかし琉球の守護神パクイルギがこのゴールを許しません。そして後半43分、和田が仕掛けて、最後富どころの左足、ゴールキーパー高橋正面でした。わずかにジャストミートすることはできなかったか、このシーン。